こんばんは。元分子の記者ちゃんです。はい。はい、最近中古車。最近っていうのかな、ね。最近中古車買ってますか。中古車。はい。最近買ってないですよ。買ってないんですか。うん、そんな人まあいるか。いるいますよね。ゴールデンウィーク中古車買いましたか。買わなかったな、うん。そんな気軽に買うもんじゃない。まあそうですよね。そうですね。そのなんかこう見え見えのこうなんか前振りがちょっと最近飽きてきましたね。飽きてきて。確かに。うん。今回はあのビッグモーターですね、新しい会社になることが決まったんで、ね、はい、まあ、ちょっとスマイルアップと、まあ、問題企業の、ね、行く末っていう話をちょっと今回考察していきたいなと思います。はいはい、まあ、この動画がいいと思いましたらあのチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、サロン記者マルヒサロンですね、はい、参りますね。ご興味ありましたら概要欄からチェックしてみてください。よろしくお願いします。ね、はい、ビッグモーターがね、売却伊藤忠が買うことが決まって、ね、ウィーカーズっていうね、前になって、なった、まあ、今後注目ということなんですけど、まあ、伊藤忠と J ウィルパートナーズね、会社がまあ株式を買って、ビッグモーターズをグッドカンパニーとバッドカンパニーに分けて、という形になったんですね。似てるね。そうで、これまあちょっと改めて記事見て、やっぱりジャニーズ事務所とまあ似た、まあ去年ね、問題企業、2つの問題企業がまあ同じような分割されるという形になったんですよ。まあ、ウィーカーズっていうのがまあ多分グッドカンパニーですね。で、旧会社は BLM っていうのかな、ワルムっていうのか分かんないけど、まあ、そういう会社で、これはあの保険詐欺とかの話とかを保証していくと、グッドカンパニーとして残るという感じで分割されていくという感じですね。これはスタートエンターテインメントとスマイルアップというような感じの、まあ、分け方とちょっと近い。株はどうなんですか。株はあのだから、伊藤忠とあれがファンドがグッドカンパニーは全部買えるんですね。はい、全部買えるんです。ただちょっとジャニーズ事務所ですね、元旧ジャニーズ事務所とビッグモーターって問題企業が2つあって、まあ、これ分割解体されたっていう、まあ、流れになったんですけども、結構やっぱり見てると全然違うんですよね。伊藤忠は、まあ、ビッグモーターを、まあ、ファンドで一緒に買うわけですよ。でグッドカンパニーを作ってバッドカンパニーを保証に専念させると。でも株は全部買い上げたわけですよ。ビッグモーターからね、兼重さんから、創業ですね、買い上げたんですね。まあ、伊藤忠はねかなりその新企業に対してグリップをがっつり持ってるわけですよ。で一方スマイルアップどうなったかっていうと、スタートエンターテインメントとスマイルアップって分かりましたよね。でもこれファンクラブとか版権とか全然スマイルアップ未だに持ってるし、その新会社も移行しないということなんですね。これ何が違うのかっていうことをちょっと考えると、要は伊藤忠は自分として買ってるわけですよね、ビッグモーターを。でもスマイルアップはお願いしてるんですよ、スタートエンターテインメントね、やってくださいって。まあ、要はスマイルアップのがまだ主体なんですよ、なんだかんだ言うて。あれスタートの株は誰も、スタートはもちろん新会社ですよ。ただお願いをしてるわけですよ、やってくださいってね。株が、まあ、資本量がないわけじゃない、スタート。でそれを言い訳に版権とか全然渡さないわけですよね。でやっぱり伊藤忠はそこをバンと投資してやってるから、あのいい会社のグッドカンパニーかバッドカンパニーきれいに分けられるんだけど、スタートとスマイルアップは分けられてないんですね。ファンクラブは未だにこっちにあるとかね。でこっちに移すことなく新会社にするとかって、その株もまたスマイルアップが持つみたいな感じ でむちゃくちゃじゃないですか。で結局グッドカンパニーとバッドカンパニーきれいに分けられてないっていう問題がやっぱりあるのかなと思う。でこれも問題がね、長引く大きな原因ですよね。でやっぱりビッグモーターもね、まあ、多分いい数になればもう縁は切れてるわけですから、兼重一家とね。だからまあそれなりにも問題がなければもう一回再生の道を歩むことができると思うんですけど、スタートは多分ずっとスマイルアップが足かせになるわけですよね。常に、まあ、保証もまだ終わってないし、なんか判決とかね、ファンクラブ抑えられてという問題もあって、だ結構これ全然意外と明暗が分かれる可能性があるかなと言ってましたね。そうですね。とはいえですね、その伊藤忠とかまあ買い上げたわけですけど、株をちょっと週刊文春ちょっとね、あの見過ごせない記事が出てますね。伊藤忠と交渉中にビッグモーター創業家が軽井沢別荘新築っていう記事が出たんですよ。兼重さんの会社が軽井沢に超巨大別荘を作ってるんですね。最初の問題が出てた時からその軽井沢作ってるっていうのはね、ありましたよね。そうそう。でそれがとうとう所有権が変わったと、1100平米
ていう感じですね。もちろん狩重さん株を渡したからそれなりの収益は、まあ、当時はなかったにせよ、うん、まあ、やっぱり結局美味しいとこは残っちゃうんじゃないかなみたいな、まあ、印象にも捉えられたんですね、うん、豪華別荘がねできるんで、だから、まあ、一応ね、あの伊藤忠側はね、これについては、まあ、うん、まあ、まあ、向こうの勝手にやることだからいいんじゃないみたいな感じになってるんですけど、うん、まあ、まあ、でも批判はやっぱり浴びるよね、あれだけさ、うん、社員とか苦しめといて。結局その息子、うん、創業家のその息子もね、うんうん、メディアに出てくることはなかったし、社長はあの会見して以来かな、だよね、うん、でね、うんうん、なんかこう逃げ毒感みたいな風に思っちゃうよね。まあ思っちゃうよね。ああ、うん、でもそういう意味ではある意味スマイルアップもね、会見は3回ぐらい開いたけど逃げ毒感が今あるよね、うんうんうん、結局問題企業はグッドカンパニーバッドカンパニー分けてもやっぱりなんかちょっと釈然としないものはどうしても残るみたいな ね、 そうね、うん、今後その、まあ、保険の、ね、問題とかいろんな問題についてその創業家がどこまで責任とか、ね、コストを持つのかっていうところが ね、まあ、ね、注目ですよね、うん、よくわからないけど保険会社としてはもう終わった話にはなってないでしょ。だってそうですね、だから保険詐欺みたいになってるわけじゃないですか、ね、うん、だからそれを返還請求をしていかなきゃいけないんじゃないの、うん、そうだよね、うんうんうん、だって損保ジャパンだとか、うんうんうん、なんだっけ東京海上日動とか、うん、なんかいろいろ出てきましたよね、うん、当時ね、確かに、うんうん、あれどこが一番結託してたんだ、どこだっけ、損保ジャパンだっけ、損保ジャパンかな、うん、損保ジャパンかな、美味、うんうん、しい思いしてたっていうこともあったもんね、保険、ね、契約も取れるしみたいなね、それで多分ちょっとぐらいみたいな、うんうん、そう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 、うん、そっちはそっちで問題、問題ですよね、まあね、いろいろ過去はやっぱり残したままにはなってるのかなという気がしますよね、うんうんうん、だからまあこの別荘をまた売るってことになるのかどうか分かんないですけど、うんうん、他にも別荘あんじゃんか、確か、まあそうだね、僕調べたことはありましたけど昔、うん、クルーザーはどうなったんだろうな、クルーザーは知らないけど中古車業界ってそんな儲かるんですか、どうなんですかね、いや僕もそうだ、伊藤忠が欲しがる、うんね、わけですからね、あの後気になってみたら、うん、いっぱい中古車のコマーシャルってテレビに出してる、まあそうですね、もうテレビコマーシャル出せるって相当お金がない、お金ありますよね、確かだから昔はやっぱりパチンコとは中古車ってね CM 出せなかったけどやっぱりねそこのハードがだいぶ下がって増えたってのありますね、一つはとはいえお金かかりますもんね、うんうん、そう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 、何千万とかっていうのが、うん、だって一時ビッグモーターなんてカーラジオからもビッグモーターの CM ばっかり流れてきてましたよ ね、 ね、うんうん、そんなに宣伝費使われるってことはそんな儲かってんのってやっぱ思う、そう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 、なんかねえ、ことだけじゃないから、うん、ちょっと今度聞いてみましょうか、中古車業界の人にね、中古車業界ね、うん、どうですか、闇があの YouTube 初のスクープ、ね、業界の構造としてはね、でもなんかどんなからくりがあるのかっていうのはちょっと知りたいですよね、だって人がもういらないって言った車を整備して売るだけじゃないですか、うんうん、まあまあ、でも、うん、明日はもうディザイア大きいんじゃないですか、でもいやそんなにって思いません、うん、でもそういうリユースしてる事業って他にもあるじゃないですか、うん、セカンドストリートとかブックオフとかね、ブックオフとか、でもやっぱり利益率っていうか金額がそもそも高いじゃないですか、車だとね、車だとね、そうだけど、そんなにしょっちゅう買うものじゃないじゃないですか車って、うん、まあ、本は結構毎週買う、地方行くと買うんじゃないですかやっぱり、そんなにだって一人一台ぐらいじゃないと生活できないエリアってありますからね、ですけど、うん、だって5、6年は乗るでしょ、でもやっぱり地方行くとちっちゃい中古車もいっぱいあるじゃないですか、ありますね、だからやっぱり大から中小までいっぱいあるって感じじゃないですかね、そこと保険がなんか微妙になんか怪しいことやってそうな気が、うん、まあまあそれだから、ね、まあ売れば保険が契約できるっていうね、その保険もねなんか、まああるでしょうね、でも ねそういうのはね、だから伊藤忠、僕コンビニをファミマ買って、うん、ああはい、まあ、やっぱ多分伊藤忠はその業界をシェアナンバーワンを取りに行くと思うんです今後は、だからまたどっか買うと思うんですね、ビッグモーター以外とかやって支配していこうって思うんですよ、で要はそういう非善商売にむちゃくちゃ興味してるんですよ商社ってね、あ、そうなんですか、うん、だってそう牛耳ってればそのグループの中で連携もできるでしょ、そう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 、まあ、それはだから、うん、ファミリーマートの場合はプラスとマイナスがあって、うん、要はセブンイレブンとかは、フリーにその仕入れ先を選べるけど、うん、伊藤忠の肝入り仕入れ先を押し付けられちゃう、商社だから、そうすると商品が自由に作れなくなるという、うん、なんかデメリットがあるっていうのは当時取材してました、ね、でも伊藤忠としてはそういうのがいいっていう判断なんでしょ、うん、だから要は吸い上げられてます、どんどん、ね、伊藤忠に、で伊藤忠も今むちゃくちゃ儲かってるから、ただビッグモーターも金重親子いなくなったけど
似たような苦しみが出てくるかもしれないよね。利益至上主義で、うん、そんなにやってくると結構引っかかんないんですか、うん、まあそこまでは、まあ、ファミナートはそこまでないかね。セブンっていう協力あるけどね。だからただシェアは多分広げていくっていうことを市場命題にはしてくるでしょうね。そういう経済に詳しい人今度ね、うん、なんか読んでこう話聞きたいですよね。僕らじゃほらちょっとあやふやなそうです、ね、感じでポイントは詳しいんだけどね。事件とかねスキャンダルとか企業だけとかねポイントに詳しいゲストを呼んでポイントでねお話を聞くっていうのは、ね、ね、中古車業界気になるな。確かになんか気になるんですよね、うん、なんかカラクリみたいな ね、うんうん、そんな儲かるってやっぱり常に思っちゃいます、うんうん、儲かるってことなんでしょうね。伊藤忠はそうだろうね、うんうん、車のレンタルの人とかあダメか。ワクチン知り合いいないもんな。車の徳大さんみたいな。徳大さんいないいないモータージャーナリスト。あ、知ってる人いますよ俺。あの業界あのジャーナリストじゃなくて、うん、その業界の詳しい人、うんうんうん、でも裏打ち幕、うん、出てくれるかどうか詳しい人いたら募集、うんうん、しておきます、ね。そうですね、問題企業の、ね、育成というところで、まあ、両方とも不安ありという形にはなるんですけどね、うんうんうん、まあ、今回ちょっとそういう話でございました、はい、あ、今日はえオチはオチはないです先です